今度はね、もうちょっとね、現実的な話、現実的かどうかもわからんが、NASA のね、次世代計画中いうのがあって、ええ、ハビタブルワールドオブザーバトリーと、ハビタブル、住むことの、住めるワールド、世界のオブザーバトリー、観測所と、ま、まあ、人工衛星ですね<ー>で、はい、これが今ね、我々の銀河系の中で惑星がどんどん見つかってるわけですよ。 系、えー、外惑星って言うんだけどね。えー、でそういうものの中にねあの生命がおるんじゃないかと。でさらに文明があるんじゃないかと。お<ー>だからそういう系外惑星で文明を探そうという計画。はい、でそれが NASA のハビタブルワールド・オブザーバトリーですよ。おおで、えーえーまあ、この研究の結果はねもう要するに予算がつくことに決まったわけよ。 で、1750万ドルとか言ってもな、1000<あ>万ドル、1億、10億、まあ、20億とか30億円か。いや<え>そんなもんでロケットは作れませんよ、ね。これは研究するための。はい、はい、だからいろんな会社とかいろんなところにあのプロポーザルを出せっていうことですよ。はい、研究しろ。つまりそ、そういう衛星、あれはまあ望遠鏡ですよね。 作るための予算が出ついたということだと思うんですよ。で、どんな観測をするかっていうとですね、四角の星を見るわけですよ。うん、そのあ星って惑星ね。ええ、で、この、このブログの著者、アビ・ローブっていう人ね。ああ何べも出てきてる人。何遍も出てくる人。ええ、オムアウマンの,の時も出てきたオホムアウマンの時出てきたりとか、あるいは宇、ね、宙、えー、学者でしたっけえ、天文学者ね。えー、天文学者さんですね、えー。結構著名なね。 ええ、でしかも、なんかとんでもないことを言う人ですよね。ええ、そうアビローブハーバード大学の教授で、地球外生命や、ええまあ、そういう、ええ、いろんな本を書いておって、ええ、ハーバード大学の天文学部長を務めたと、ええで、科学技術の大統領顧問も務めたと、結構な大物だけど、そういう宇宙人なんかに偉くこってはるわけです。ええまあ、どちらかというと、先進派っていうか。<laughs> まあそうですね、ええ でですね、この NASA のこの計画にね、プロポーザルを出してるわけよ。ええ、で、学生のエリサ・タボール、まあ女性かな、との研究に基づいてですね、ええ、その宇宙人探しをやろうと。<ー>で、どういう、これがね、すごい計画だと思うんだけど、ええ、あのね、その、系外惑星の文明があって、そこに都市があれば、ええ 当然そこはね、電気つけるから光るだろうと。あ<ー>それを見ようってわけよ<ー>。よくね、地球の,あの夜の光景って、ええ、あの衛星写真あるじゃないですか。工業国はえらく明るいわけね。日本辺り見ると、日本が明るくで、韓国も明るいんだけど、北朝鮮が真っ暗だと。<laughs> で、中国明るいとか、そんなふうな、あれありますよね。はいはい、で、それもね、一応ね、明るいわけじゃなくて、例えば、まあ、日本で言ったら東京とか、うん、大阪とか、あるいはソウルとか、北京とか、うん、上海とかいうの、バーッと、バーッと抱えてるわけじゃないですか。うん、そういうものを探せるんじゃないかと。あ<ー>で、どんな、どうしてだ、こんなことできるんだって。でね、具体的にどこの星を考えるかと。 とで,すね、できるだけ近くの方がいいわけでしょ。うんうん、でね、プロキシマケンタウリというのがあって、うん、これはね、4.5光年かぐらいですよね。まあ、非常に近い、<ー>まあそれは星ね。はいはい、で、そのそばに、ね、4.25光年か、ここに岩石惑星、まあ、岩石の惑星のプロキシマ B というのがあるね。これがターゲットなんですよ。うんうん そこはですね可能性のある惑星っていうのがうんうんいや可能性があるっていうか一番近いから一番観測しやすいという意味だと思うあはい、はい、まあ我々ね火星探索して木星探索してみたいな近いところから順番に見て,い、うん、見てるかもしれないねうんうん、うん、でねこのプロキシマケンタウリっいう星はですね太陽みたいな星とは違って 赤色矮星。レッドドゥオーフという星なんだよ、うんで。星っていうのはですね、まずね、まあ大人の星っていうのは主系列星というんだけど、うん、太陽は主系列星なんですよ。うん、で、太陽の寿命はだいたい100億年ぐらいあるんですが、うんで。で、生まれてね、46億年ですから、まだね、あと50億年ほどはまだ。だから中年なの、ね、太陽はね。うん、で、 もっとね、太陽よりも大きな星。ね。あの、これ、巨星と言うんですよ。うんうん、ね。で、ちょっと極端にね、大きな巨星はね、まあ、白、この、生殖、ブルージャイアントと言うんだけど、ね、こういうものはね、明るいから燃料の消費が早いのよ。うん。だから寿命が短いんですわ。ええー、大きい方が。うん。だからね、大きな、あの、星の周りの、 あの惑星があったとしたって、そこはね、対象、広報の対象外なのなんだって、なんでかっょっうと、その母星の寿命が短いから、文明が発達してる暇がないわけね。<laughs> で、太陽はね、今言ったように、まあ、寿命が100億年ほどあるわけよ。ねで、今、生まれて46億年で、ようやく人類が出てきたわけじゃないですか。このほどゆっくりした過程なわけですね だから、太陽みたいな星か、それよりも軽い星を探せというわけですよ。で、軽い星が、はね、太陽はちなみにね、黄色い星と言われてるの。うん、この色がねあのお、大きな星は青いんですが、で、太陽みたいな星は黄色いと言われてるの。うん、で、太陽よりもっと軽い星はね、赤い。な、うん、うんうん、でかっていうと、温度なんですよ、うんね。で、青いっていうのは温度が高いということなんですよ。うん で、赤いということは温度が低いということなのよ。うんうん、だから、この、で、プロキシマ、うん、ケンタウリっていうのは、その赤色矮星なんよ。うんうん、で、赤色矮星があってですね、で、その周りをこのプロキシマ B が回っとるんだけど、うんうん、これがまたね、非常に近く回っとるんよ。ほほほこのね、1年がね、確かね、12日かなんかそんなぐらいかな。<ー>11.2日よ。 11.2点二日で1回回っとるわけ。えーあのね、これ、赤色矮星だからね、まあ、暗いわけだから、そのぐらい近くても大丈夫。早うにね、そんな近くにおったらね、もう,もう,もう焼けてしまうじゃないですか、うんで。で、その惑星、プロキシマ B はですね、タイダリーロックというんだけど、このね、タイダリーロック、タイダリーというのは超石的に。 ロックが固定されてるという,う、うん、で、タイダリーロック、超積的に固定っいうのはどういうことかっていうとですね、月が地球に対してタイダリーロックとなんですよ。うん、どういうことかっていうと、月はね、同じ面を地球に向けてるわけじゃないですか。それはどういうことかっていうと、月の地球周りの公点周期と、月のこれが回る時点周期が同じということにだから、 方転一回するときに時点も一回するから結局地球から見れば同じ面が見えてるということなんですよ。だから月は表しか見えないのね。で、裏は見えないんですよ。で、なんでタイダりロックされるかというとですね、それはね、体だり、調積力が問題。まね、地球があるでしょで、月があったらね、月はね、地球の引力のおかげ、でね、調力のせいで、こうちょっとこう、 長く伸びるわけよ。うん、普通ね、超積というとね、月が地球に及ぼす超積力ね。超積、うん、って潮の満ちきね。うん、だから、あの、地球の場合、月に近い海面と月と反対側の海面が一応膨れるような格好になるわけよ。うん、一方、月もですね、地球から超積力を受けるから、月はね、水がないから岩石なんだけど、岩石だけでちょっと濃いこう横歪むわけよ。うん で、それで回るとですね、あの、ものすごい抵抗、エネルギーをロスするわけよ。うん、ふん、ん。わかりますかねこう、こんこういう格好のものがこのまま回るんだったらいいですよ。ね。そうじゃなくて、こ,こういう格好の中で、この岩がこう回ると思ってくださいよ。こういう格好の、ラグビーボールみたいな格好の中で、ラグビーボールの中みんな岩だと。<laughs> この岩がこう、 ラグビーボールの中を回ると思ってください。むちゃくちゃ抵抗があるじゃないですか。だからそんなものはね、止まってしまうでしょうよ。ラグビーボールみたいなものの中身は止まる。ラグビーボールに対して止まるでしょう。そういうのをタイダリロックと言うんですよ。<laughs> ね、で、つまり、あ、調積力があるから、ね、調積的にロックされるんですよ。で、プロキシマ B は、 ね、今みたいにプロキシマのそばを11.2オンチで回っとるから、うん、これはタイダリーに6サイト。ということはね、昼間はいつも昼なん、うん、昼間の地域は昼、うん、ずっと昼間。で、反対はいつも夜ない。いつも夜の地域はいつも夜。うん。で、真ん中のね、あの夕焼け、えー、か朝か,朝か、ね、夕方かわからんところがこう炎上にあるわけ。うん、ちょうどあの昼間から夜に行くところね。えー でね、ここの星はね、非常にね、暗い、明るい、赤いからね、赤外線を出してるわけよ。うんうん、で、ここで文明が仮に発達したとしますと。ええ、多分それはね、このね、トワイライトゾーンにおるんじゃないかと思うわけよ。境目の部分ね、うん。あんまりね、昼の場側はね、多分暑すぎてと、うんで。反対側は暗すぎてと。寒すぎてと。<は>で、 トワイライトゾーンで発生した文明はですね夜の川にも侵食してくるんじゃないかと。そこに都市を作るんじゃないかと。そこのねでそこにおる連中はね目がね赤外線に感知するわけよ。あはは人間がね,ね今ねこういうあの自然光を見れるっていうのはこれ太陽光と同じでしょ。 人間が赤外線とか紫外線が見えないのはね太陽光が基本的に可視光のスペクトルの光を出してるからじゃないですか、うん、だからプロキシマ B は、ね、母星が赤外線を出してるんだからそこにおる連中は赤外線を見るようになるんじゃないかと、はいはい、そうするとそこの、ね、街の明かりはね当然赤外線光になってるんじゃないかと。なるほど だからそれを探せっていうわけですよ。なるほど。で、探すためにどうするかっていうとね、母性は明るすぎるわけよ。えー、で、その横に、あの、えっ、ー、と、プロキシマ B があっと、これがね、こう回ったわけでしょ。えー、11日か12日でね。えー、でね、この母性を拡散といかんわけよ。えー、これね、コロナグラフっていうんですよ。えー、明るすぎるから、ここね、 覆ってしね、ちなみに普通のコロナグラフは太陽のそれを覆ってしまう明るい部分を覆うと周りのコロナが見えるわけよだからそれをコロナグラフというんですがねだからその向こうのプロクシマ B をだから作ろうとする装置がですねそのプロクシマ B のコロナをグラフで覆ってしまうとうんでそしたら11.25日でこう待っとるからこの 惑星を観察してですね、当然これ、ね、昼側も見えてやね。うん、で、こっち来ると夜側が見えてやね。おうおうだから明るさがこう変化するわけじゃないですか。11.25日で変化するわけでしょ。それでまあ時点が明るいわけ。ええ、で、当然明るさが変化するんだけど、そこで今度はスペクトルを見るわけ。ええね、で、特によ昼側は、 当然赤外線を受けてそれがあれってか赤外線なんだけど夜側はね本来なら真っ暗なはずだから赤外線出ないはずじゃないですか、うん、だけどそこで間違ったら見えるじゃないですか、うん、という理屈なんですわなるほどうんでまあともかくですねプロキシマ B でやって で、これがダメなら、アルファケンタウリの A、B というのがあって、うんうん、それがダメなら、バーの土星とか、そのとか、ウルフ359とか、まあ、近くのね、うんうん、プロクシマがまあ一番近いけど、まあ、その他、アルファケンタウリとか、まあ、結構、まあ、近いわけですよ。ちなみに、3体中 SF もやね、あれ、宇宙人が、ね、三体星人が来るっちゅうから、あれ、相当距離近いのね。ああ、ほうそう、 その,その辺の星かもしれない。その,辺のい、ねうん、という、で、結構ね、うんえー、奇想天外な話だけど、えーえー、結構真面目に考えて、予算まで <laughs>、研究計画を出して予算申請しようっていうところまで。でこれは、ねでね、あの結構まともな研究とも言えますけどね。ええーね。赤外でもね、赤外、近赤円赤いろいろありますからね。の、うん、の辺の3波長ぐらい 使ってたら、その、色として見えてるのかもしれないああ。まあまあ、ランジュはね。だけど、我々からも観測できますよね。金赤遠赤で、それをちょっとずらして RGB にマッピングしたら、あの彼らが見てるのに、えー、近いような見え方ができるのかもしれませんね。だけど、特性はひょっとしたら似てるかもしれませんね。太陽の出す波長で短い方と。 長い方凰で多分あ青って我々空の色ですよね、うん、で赤って何の色ですかねやそういうのってなんか物理的な特性,あの特性表してるんでで波長が何か通ると短くなるとか長くなるとか、うん、いうようなことですよねだからプロクシマビーの文明っていうのはまあそのうち発見されたそこの都市の構造とかさ 研究が進むんじゃなないかなそうですよね。だから、ああの生命の構造もね、違うん、でしょうね、うん、きっとね。いやー、とんでもないことを考える人もおるもんやなと思いますが。えー、<laughs> はい、まあ、以上です。はい、なんかだけど、その、ロマンがあって <laughs>、ロマンがありますね。<laughs> と思いますし、でもし、なんか大発見があれば、地球でも応用できる可能性が。 あるような気がしますけどいやね、文明があるって分かったことだけでね、すごいインパクトですよ。ね、だから赤外線でこう生きる生物っていうのが作れるわけですよね、きっと。植物に変わるようなやつですよね。うん、あ、他もなんかいろいろあるしそうな気がしますけど、こっち持ってきても多少は生きれるんじゃないですか、もしかしたら今、赤一方がつながってすぐに死んじゃうかもしれないですね。 それは暗室にて見て赤外線と出たらしやればいいんですよ。そうですね。動物園ね。プロクシマ B の動物園、植物園っていうの入ってみたら真っ暗系でね。人間見えへんから。いや、こんなんかけたらだから。かけてね、赤外線が見えるやつをかけて。東京と解いたらいいんじゃないですか、今。うんうんうん。えてる人いいかな。 赤外線、植物園とかね、動物園とかああえー、いや、赤外線今見え,見えますよね。あの、えっと、暗視カメラみたいな。あ,あ、あります、見えます、見えます。あれもだから、赤外、赤外のセンサーの値を、こう、可視光に変換してるわけですよね、明るい。らい、うん、いや、今、戦争中ですからね、みんなこうつけてるはずですねゴーグル、えー。え、戦争中いや、ウクライナで。あ,あ、ウクライナね 男子ゴールっていうのはみんな赤外線で見るわけですしね、あれでだから見,見,れ,見れますよねきっと。うん、赤外線宇宙の赤外線惑星の世界っていうのは赤外線ゴール。うん、<laughs> <laughs> あだからそういうもね早いかもしれませんねいろいろ発見が。<laughs> ASI が2029年だとすると人間が頭でこういろいろあれやこれや考えるよりかはもっともっと短い。 機関で、そういう惑星の探索ができるようになると。ええー、これねせっ、衛星の設計を早くやってくれると思う、うん、だけど、衛星を飛ばすのはやっぱり重いからね。ああ<ー>。やっぱり結構時間がかかるよう、ね、な気もするけどね。で、飛ばしてから、ね、観測にかかるから、これは結構時間がかかるよね。<ー>だから、衛星ができたら、ね、科学はね、パーッと進むっちうもんじゃなくて、 考えて済むような問題、数学みたいなものは簡単に、ね。一番早いけど、でも実験とか観測を伴うようなものはやっぱり時間がかかりますよね。なるほど。じゃあ、まあ、あれですね、2029年に一気にすべての問題が解けていくわけじゃなくて、だから5年、10年経って、徐々にいろんな問題が分かっていくというええええええとうのもあるはずだということですね。ええ、なかなか楽しみですね、我々楽し,楽しみ、楽しみ。